本日の BO1 ボンジューラットだ。今回はですね、ボンさんと、まあ、BO1 決着をですね、つけたいなと思います。で、ボンジュールさんは、まあ、知ってる、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、まあ、この方ですね、あ、今最多5000で、まあ、何の出来使うんだろうな、まあ、何使うか分かんないですけど、この人ボンさんは、言ったらもうネタな人なんで、はい、もう負けないですね、多分。どんなデッキ使っても負けないと思うんで、さすがに失礼、さすがに失礼。けど、まあ、まあ自分のやっぱミラーデッキで、そこに行こうかなと思います。よし。ということで、今回はこれでいきます。でもガチ勝負なんで、ワンチャン負ける。ワンチャン負ける。よし。いやー、勝ちたいな、勝ちたい。最近、調子いいんですよね、この B1 も。よし、いやー、ガチ勝負っす、ガチ勝負。で、ボンさんも YouTube やってるんですよ。なんで、もう YouTube、チャンネル登録してない人はぜひしてください。めっちゃくちゃおもろいです。めっちゃくちゃおもろいです。いやー、ということで、アイスピー。おー、なるほど。これは受けてあげましょう。え、多分、この、多分、親衛隊の防衛に慣れてない。まあ、ボーリーね、ボーリー。なかなかボーリーが厄介ですけど、ここコウモリ出して、ザップくんな。あー、オッケー、ザップ、来たー。やばい。ディガマニア、オッケー。多分、アイスピも出した方がいいっす。あー、オッケー。まあ、ルッドしかダメージ受けてない。よし。相手は、ボーラーエリキテスラ、ディガー。いや、なかなかわかんないデッキですね。で、ウッドあったんで、もう、プリンセスは、基本、端前から出していきたいですけど、さっき言ったサイトバックなんで、もう後ろから展開です。これは惜しい。これ吸えますね。オッケー。ディガっぽいっすね。ディガっぽい。ディガっぽいに勝ちたいですね。とりあえず、見習い後ろから展開で、ボーラーがめちゃくちゃ厄介なんで、相手がボーラー裂いてない側を攻めたい。でもここで、でもこれがいい。よしで、これで OK。 まあすることね、することないんで、とりあえずアイスピー飛ばして、このボール、まあ、これは遠目にプリン出して、ポイズンで巻き込まれないしですね。ああ、これを処理してくれるのは美味しいですね。よし。で、ワンチャン負ける。よくない。けど、こっからっすね。こっから親衛隊ミラーが強い。で、毎回こっちにボーラー。おっと。これはサタチャンス。いや、多いな、親衛隊。けど、ボーラー側が無能。けど、これ、ポイズン側が多分刺さるんちゃいますかね。あー、いい。で、これ後ろから展開で、もう一回端前で出したいですね。よいしょー。で、これが強い。で、多分ボーラーがここに来るんで、ボーラー読みで、よいしょ。あー、そのアイスクルメ。けど、よし。リガーにターゲット行って、殴る。で、これ端前プリンで、ボーラー処理プラスのたまりダメージ。いやー、オッケー。からの、さらに仕掛ける。で、ボンさん、ここで攻めてきてるから、ここで一気に攻めてあげて、もう両サイ、両サイどっこいしょで、で、これ左のプリンも入る、右側のプリンも入る、で、これウッドミラー、よいしょー、来た。よいしょ。いやー、気持ちいいな。ただ、親衛隊出しただけなんですけどね。よし。ということで、今回は、ボンさんに BO1 挑みまして、まあ余裕でしたね。ボコボコにしてやりました。ということで、今回は以上になります。これだけです。はい。よければ、ボンさんもね、僕もチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバイ。